部長。部長。はい。今日の TFTV は、はい、はい、またしてもちょっと外で撮影をしております。そうですね。まあ天気も良くて、はい、非常にね春めいた、気持ちのいいお昼、はい、12時ぐらいですけれども、はい、まあ引き続き店内はね新作が盛りだくさんな感じですので、はい、まあ続々と入ってます、ね、そうですね。はい。なので今日も一応ちょっと新作をご紹介していこうかなと思います。はい。はい、まずジャケットからですね。はい。まあ、ちょっと素材の話は後ほどするとして、うん、はい、まずジャケットなんですけれども、ピークドのラペルの、3ボタンですね、はい、3つボタンの、まあ、段返りですかね、うん、になります、はい、まあ、基本的にかなりねこうゆったりとした、まあ、肩もナチュラル、うん、はい、で割と身幅もこう少しゆったりとしたそんな感じのシルエットかなと、はい、うん、緩めのジャケットっていう、そうですね、はい、ですね、はい、ですね、今サイズが36、はい、というサイズです、はい、まあ、展開としては36、38、40という展開になります、まあ、割と肩周りはゆったりはしてるんですけれども、どちらかというとジャストフィッティングな方が雰囲気としてはいいかなと思います、うん、まあ、そんなに肩も落ちすぎない感じですね、うん、はい、なので、まあ、割としっかりめなジャストサイズで選んでいただけると、まあ、それでも割と身幅はね少しゆったりしているので、はい、割とラフには着ていただけるんじゃないかなと思います。はい、でパンツがですね、まあ、ベルトレスなんですけれども、はい、まあ、サイドアジャスターが一つついて、フロントはワンプリーツ、はいはい、ですね、なんですけど、まあ、意外と履くと腰回りはこう結構ゆったりしてる作りをサイドで絞るっていうようなイメージになるので、はい、まあ、結構ねベルトがないと不安っていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、履いていただくと意外とそんなに気に、結構このアジャスターでだいぶ絞れるので、うん、なんでしょうね、ウエストのフィット感はすごく得られると思いますね、うん、はい、かなと。はい、で岡本さんで今ウエスト30です、長期のパンツですね、はい、でシルエットなんですけど、基本的にはまあ少しテーパードが効くようなそんなシルエットですね、で丈はまあダブルの直しで、気持ち短めそんな設定です。なのでスニーカーを合わせて靴下がまあ気持ち出るかなというそんな感じのサイジングかなと思います。はい、はい、まあ、特徴の一つでもあるんですけれども、生地ですね、はい、はい、まあ、スーパー120のウールに、うん、割とこう涼感のあるスーパー120のキッドモヘアっていうのを、はい、合わせたそんな生地になります、うん、でまあ、本来だとこうサマーウールトロピカルの生地なので、まあ、スーツに使うようなそんな素材なんですけれども、はい、それをこう洗って、うん、もう何とも言えないこの独特な、まあ、この凹凸感というかね、うん、この畝のうねりがすごくいい具合かなと、はいはい、なのでここの辺はちょっとね外で撮るとよく伝わるかなと思います、なので割とこう上品で少しツヤのある生地なんですけれども、割とこうカジュアルに着ていただけるそんな生地感かなと思います。はい、という形でご紹介してまいりました、はい、まあ、非常にね外 の、うん、まあ、直接なこういう太陽光で見ると、まあ、自然光が ね分かりやすいかなと、うん、非常にこの生地感っていうのがよく見えるかなと思いますので、うん、まあ、実際で、店頭でも着ていただけたらと思うんですけれども、はい、まあ、上は3サイズ下も3サイズ、うん、はい、ご用意しておりますので、まあ、ただ昨日入荷して早速、ね、はい、ちょっと動いてしまってますので、うん、まあ、残りそんなにも数がないんですけれども、はい、割とこうラフに着ていただけるようなそんなセットアップかなと思いますので、はい、まあ、ジャケットはジャケット、パンツはパンツと使っていただいてもいいですし、うん、まあ、個人的にはこのセットアップで中はもうカジュアルにシャツを着ていただくのがまあかっこいいかなと思いますので、はい、はい、でまあ、基本的にも夏でも全然着れてしまうジャケットとパンツなので、はい、もう下はね T シャツ1枚でも全然いいかなと思います、うん、そんな感じで今日はキャプテンサンシャインのセットアップをご紹介してまいりました、それでは、はい、ね、思いっきり外で撮ってるんで電車の音が入ってしまいますけど、そんな感じでまた来週ですかね、はい、月曜日新作をご紹介していければと思います、はい、じゃあお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。